ですね、両者ともに赤いトランクスであります。さあサイドヘッドロックに取りました。そのこういったですね、なるほど、ですからね、に取ります。そのジャンボ鶴田体当たり、ショルダーアタックに行きました。ジャンボ鶴田です。一瞬ひるんだビル・ロビンソン、バックを取るに行きます。おっとバックドロップ、ロビンソン先に立ち上がる。おっとさあ今度は正面からショルダーができません。さあどうでしょうか。今度はおっと妙な接触になりました。あーつかってきましたね。エビが食べですね、ですね、今のはね、ロビンソンからまだ足を取ってくるんですよ。ですから、ね、やられてるようだね。調子に乗ってくるとこを狙うネックブリーカーか、ショルダーネックブリーカードロップ、腰のあたり。 AWA 時代は6年間ありました。しかしバンガニアルがたびたび、おっとスープレックス、中へスープレックス、サイドスープレックスの回線大きく持ち上げて、滞空時間の長いサイドスープレックス、失効がならない、はい、今度はエルボースマッシュだ。汗が飛び散る、あります。ドロップ、もう一度手技を仕掛けました。ちょっと手の打ちようがありませんけれども、さあどうでしょうか。やろうと、あっと、あっと、左側から入りました。マウハンドバックスリーパー、空中の細いビルロビンソンに来ました。今度はロープに来た、あっと、ね、畳みかけてください。あの計画的なエルボザ、あっと、息が戦場に跳ね飛ばす、あっと、いや止まりました。マットに負けたか、マットに負けたか、ツルタ。さあ、両方の足、もっと自分がブリッジして、今度は反対に回転する、どうだどうだ、大きく乗せて自分からブリッジした、ブリッジした、ブリッジした、どうでしょう、クラッチボールだ、どうだ、決まった、見事に決まりました。体の上でブリッジしてきてました。体育館、ジャンボスーター、試練の10番勝負の第4本目、いよいよ大詰め、3本目の勝負を迎えました。まあ、これも1本目、2本目、主にクラッチボールという技が決まりましたですね、山田さん。そうですね、はい、さあ、レッグブリーク、続きますと、塩みたいな状況、そうでしょうね、体育館ももう窓という窓は全部開けっぱなしです。あと両親が助けられました。ネックスター、今度はサイドスープレックス、必死、両者がもう崩れました。あと3本勝負、鶴田でやります。さあジャンボ鶴田もちょっとエキサイトか、トップ席のヨーロッパ、あと3分で勝負が終わるか。ジャンボ鶴田を立たせてヨーロッパスタイルのレスト、残り時間はいよいよ2分です、残り時間はいよいよ2分です。両者立ち上がった、シングスタイルになった。おっ、テイクが、あーっと、いった、投げて、アップアームに行きました。悲鳴が起こる体育館、ハンドは、あーっと、足を投げ出した。1分30秒ぐらいであります。1分30秒で勝負がつくかどうか。威嚇攻撃だ。ハンドを1個連続。あーっと、あとはハンマーロック。ハンマーロック。おー、30秒しか時間がないようであります。あと20秒です。20秒、殴り合い、殴り合い。エルボースマッシュ、両者興奮状態。もう脱水状態、精神力がつくかどうか、決着がつくかどうか、あと5秒、4秒、3秒、2秒、1秒、今ゴングが打ち鳴らされております。60分フルタイム戦い終わりました。60分フルタイム戦い終わりました。いやー、大変な一戦でしたね。そうですね、まだやる気満々、ビル・ロビンソン、ビル・ロビンソン、もう汗が出る余裕がありません。